ロミナ・パワーはイタリアの女優、歌手。米国ロサンゼルスで生まれる。父はハリウッド・キングと関された名優タイロン・パワー。母はメキシコの女優リンダ・クリスちゃん。祖父はタイロン・パワー・シニア。メキシコやイギリス、イタリアで育つ。1965年にイタリアの映画で女優デビューする。それから哀愁の湖、シューベルト物語。 イタリア式愛のテクニックといったような映画に出演。さらに1969年公開の映画、マルキドサドのジュスティーヌに、クラウス・キンスキーと共演して、主役ジュスティーヌを演じる。歌手としては1960年代後半に、アクア・ディマーレ、メサジオなどシングル数曲を発表した後、1970年にデビューアルバム12巻葬に、イーウナ・ポエシアをリリースした。 映画で共演したアルバーノと18歳の時に結婚。1975年にアルバーノとカップルで結成した音楽ユニットで国際的に成功を果たすユーロビジョンソングコンテストにイタリア代表で2度出演した。1980年代の初めにリリースされたシングルフェリチタとシャラザンは国際的代表曲であるロミナパワー。 アルバーの1976年、ありがとうございます。